さんこんにちは、アラフィフテストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。バイバイ。ということで今回ご紹介するのはこちらです。私今日産のヘリテージという、ここはちなみに横浜にあります日産の本社ギャラリーなんですけれども、こちらで今展示中のある素敵な車たちをご紹介したいと思います。そしてもちろん私だけではなく、今日も素敵なゲストにご登場いただきます。木賀さんお願いします。はい、よろしくお願いします。木賀です。再生クラブの人間です。お願いします。本当は日産の偉い方です。あれ本当は何開発してるんですか。本当はエンジンですね。エンジンの開発全般どれもやってますけど、そうなんです。こう見えてエンジンを作ってる偉い方なんですが、うん、この車を作ってる再生クラブの、ね、はい、部長で、部長です、はいはい、なぜ今日ここにいただいたかというと、はい、この車たちですね。今日はですね、あの高橋国光さんの水筒の展示をやってまして、はい、でその真ん中にあるあのスカイラインの GTR のレーシングコンセプトってやつですね、あれを再生クラブで、うん、もう今14、15年前かな、あの再生したのでですね、あのここで展示していただいているので、はい、あのお越しいただいて見ていただこうかな、はい。せっかくだったらその展示している間に来ようと思いまして、確か今週いっぱいかなんかですね。あ、よかったな、ね、はい、はい、ということでじゃあここから、はい、これ、まあ、我々再生した車ではないですけども、うん、あの R382 という車で、69年の、うん、最後の日本グランプリに出た車です。でこの青い23番のゼッケンつけたやつが、はい、高橋邦光さんが乗られてた車ですね、はい、でこれあのぐるっと見てもらうと分かるんですけど、あのエンジンがものすごいむき出しじゃないですか。むき出しですし、はい、あんだけのパンデルの数があるとこれ何気筒？12気筒。あ、2、4、6、本当だ。で6リッター、6000cc。 これってもうこれが完成形ですよね。ほとんどむき出しなんですけど、これ、うん、あのそういうレギュレーションで、あ、触ったらやけどするぜな感じ。やけどします。本当ですよね。ですし、あの見てもらうと分かるんですけど、はい、あのリアのウィングがない。本当だ。あのこれないレギュレーションで、その前の年まであったんですけど、なんか F1 で大事故があったそうで、それであのウィングなしにしようって言って、だからなんかかっこよくないですよね。スペシャルな形です。なんかすごいこうむき出し感がワイルドな感じですよね。でこれツーシーターなんですね。そうですね、ツーシーターですね。一応だから、うん、あのツーリングカー、あの一応2人乗れるように。このツーリングきついですね。荷物置き場ですよね。はい、まあこういう車、23のブルーが国光さんの乗られてる、ね、まあ今でこそホンダさんのイメージが強いですけど、もともとは日産ですもん ね、 あの最初はホンダのバイクで、その後事故を起こされて、クルジョンに転向された時に、あの日産のワークスドライブ。なるほど、はい、もうやっぱり日産も展示しなきゃっていう。そうですね。ね、負けてられないぞっていう気持ちが、はい、気概が感じられます、はい、そう、タイヤもすごいですね、これ。そうですね、これ当時のタイヤだと思うんですけど、このタイヤのパターン、すごいデザインすごくないですか、こんなんで走るんだ、まあ、当時はまだこういうのがあったのか、水まなきゃいけないのかわかんないですけど、確かにこれでその30度バンク、まだこれ富士で、富士なんですけど30度バンクになるところで、今も閉鎖されてるんじゃないですか、まっすぐあの、まあ、公園になってるところ、はい、そこ入ってる。なんかでもすごい車の横幅大きいですよね、だいぶ。そうですね、っていうなんか巨大な感じに見えます。はい、はい、そして、はい、こちらがですね、向こうから回りましょうか、はい、ちょっと見返してみます。あのパネルをちょっと映していただいて、はい、ここのそのこの車はですね、もともとこの有名なポスターがあるんですけれど、うん、あのこの73年、73って73年の
東京モーターショーでこの車が展示されたんですね。はい、これはあのレーシングカーのコンセプトで、あのレーシングカーではありませんでした。普通の車にあのオーバーフェンダーがあって、はい、でまあ、あの外装はきちんとしてるという状態で、このまんまですね、あの、まあ、この時 の, そのモデルが高橋邦光さんだったということで、うん、私どもですね再生クラブは、はい、なんでこの車がもしレースに 出てないのね、これ、うんうん、レースに出たとしたらどういう車になるだろうかということを考えていろいろ調べてですね、あの再生した。だから足回り全部作り直しましたし、はい、エンジンも当時 の,、まあその8000、9000回転ぐらいまで回るようにチューニングして、それで、全部レーシングカーに仕立て直したという車なんです。これはちなみに高橋邦光さん乗られたことはあるんですか、はい、実際に。そうですね、あのニスモフェスティバルにお越しいただいた時に、あの乗っていただきまして、はい、で記念にですね、まあ、ちょっと遠いですけれども、はい、あのダッシュボードのところにインパネのところですね、見えるかな、大丈夫です、ちょっと近づいてもいいですか、はい、じゃーん、これですね、はい、そこです、スカイラインのプレートの下のところにですね、はい、あのサインをレーサー高橋くんにずっと入れてもらってます。なるほど、縦型の漢字スタイルですね、国さんの、いや国さんのサインが、あ、そうですね、はい、あのそれで、はい、その時に本当は記念、あれと同じ記念写真を撮ってもらいたかったんですけど、なかなかちょっとタイミングが、あ、そうなんですね、取り巻きの方が多くてなかなか、なかなか近づけなかった、なるほど、これは本当にその、実際にそれで国さん乗られた時も、かなりそのか、まあ結構運転難しい車なんですね、あの高回転型にしちゃってるので、はい、あのパワーバンドが狭くてですね、乗りにくいんだけれども上手に乗られて、さすがプロで、あの気持ちよくなっちゃったのかヘアピンでスピンする気持ちよくなっちゃった有名なあのビデオがへえとか言ってこの車でスピンするまで攻めないでほしいなって話でした。そうだね、でもね、そんなところもね、国さんの可愛らしいっていうか、お茶目な素敵なところですよね。まあこれ、はい、まあ、我々が話したかったので、これが73年です。はい、で今度は、90年、はい、90年になって、今度、一回ここで GTR 一回止まりますけど、はい、まあ、90年、89年かな、GTR もう一回復活して、これをグループ A でレースに始めたのが90年。これはその、国さん、こっちが乗られた国さんとあの土屋圭一さんのドリキンで有名な、はい、あの土屋圭一さんが乗られた大地さんのグループ A の GT。確かにこれ有名ですよね。これ有名ですよね。このカラーリングと、はい、このアドバンカラーと。チーム大地。あの人気もある車で。これでも曲がらないですよね、これこのタイヤぴったり、絶対曲がらないくない？ない、まあ、あまりスペルに効かなくても、いやいや、そういうレベルこれ実際にはちょっと上がるんですよね、きっと。いやいや、わかんないですよ。え、だってこれ曲がったらぶつかるでしょ、これ。ぶつからない国さん、昔の本当だ、もう面影がてか可愛らしい顔してますね、はい、これでも生で走ってるの見たことあります？ ありますよ、あのこれもニスモフェスティバルで走って、その時は土屋さんが乗ったのかな、何回か走らせてですね、はい、ね、これはもう人気あって皆さ ん、これだから高橋邦光さんと土屋圭一さんなんで、もう黄金コンビですよね、まあ、素晴らしい、ね、はい、神様の2人じゃないですか、大人気のこの3台が今展示されてますので、もしまだあと今週1週間多分売ってあるはずなので、もしよろしければ、はい、あのギャラリーお越しくださいませ。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よしえみチャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバーイ。